小倉北区大手町付近、北九州モノレール北方駅と1号線北九州、高速1号線は、福岡県北九州市の小倉南区の長野出入口から同市小倉北区の下井東図出入り口へ至る北九州高速道路の路線である。道路法上の路線名は、北九州市道北九州高速1号線及び、 北九州市道北九州高速1号長野横白北町線である北九州市小倉北区と小倉南区を南北に走り北九州市中心部と九州自動車道を連絡する路線である起点付近で九州自動車道小倉東インターチェンジ紫川ジャンクションで北九州高速4号線あたごジャンクションで北九州高速3号線に接続し 北九州都市圏の高速道路網を構成する。また、北九州高速の他の路線及び建設中の都市、計画道路戸畑枝高線と合わせて、北九州市小倉北区、戸畑区、八幡東区を循環する環状線の一部となる計画である。本線は、全線時速60キロメートル規制。国道二十二号上の北方室入口付近、約800メートルの区間は、 北九州モノレールと同時に整備され、高架の北九州高速の下部にモノレールがあり、高架の橋脚を共有している。当初、中央公園の地下をトンネルで通し、八幡東区西本町で国道3号黒崎バイパスに接続する計画だった。しかし4号線が並行することや、長大なトンネルなどでかかる建設コストなどが問題と、 なり1988年に計画は凍結され、新たに戸畑大屋間に5号線が計画され、東田で黒崎バイパスに接続する形に変更された。かつての1号線の計画のうち下伊東ズランプから戸畑バイパスまでは地域高規格道路、下伊東ズランプ連絡道路として2003年7月1日に開通した。 24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。